ルで、お届けしておりますが、1曲目にお送りしましたのは、皆さんご存知ミッションインポッシブルのテーマでした。ソリストを紹介いたします。まず初っ端、恥ずかしながら私トランペット田中俊吉でお送りさせていただきました。そしてオン・アサックス、我が、誇るリード・アルト・アルサックス杉山学院。最近話題になったんですよ。なんだっけ、パリオリンピックの開会式で、閉会式で、次がなんだっけ、ロスなんですね。パリの次ロスだから、なんだっけ、トムクルーズがバーって来た時に流れたやつ。なので、まあ、みんな見てねえか。パリオリンピックの閉会式見た人、いるっすね。すごいっすね。みんな見るんだ。自分も見なかったです。はい、その時に流れたなみたいなことを思い描いていただけたんじゃないでしょうか。はい、ちなみになんですけど、今の曲何拍子だったでしょう。わかりますか。4拍子だったと思う人、5拍子だったと思う人、3拍子だったと思う人。正解は5拍子。タッ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 年に1回こういうスタンドライブっていうのをやってたんですけども、コロナ以降ですね、なかなかこう開催に至らずですね、今年が3年ぶり、3年か4年ぶりぐらい、だから5年ぶりぐらいに初めてこの単独ライブを、単独コンサートを開催することができました。これにあたってはですね、関係者の皆様、そして、まあ、ご家族、そしてその他ボロボロファン来ていただいているお客様を含めてですね、みんなに感謝して今日を迎えております。みんなメンバー以上ですね、この日に向けて、まあ、精いっぱい、計算してまいりましたので、その出来栄えですね、楽しみながら聴いていただければと思っております。はい、ということで、おここでちょっとトーンを落ち着かせていきましょうか。それではですね、早速2曲目に参りたいと思います。2曲目は今度は非常にこう正統派のスタンダードフォービートジャズナンバーですね。非常にこう雰囲気のある2曲になっております。君微笑むですね、有名で有名です。フェンヤースマイリングという曲をします。どうぞ。
という曲をお送りしました。オントロンボーン、金沢真宇都市。1曲目のね、あのロッキーな雰囲気から打って変わって、もうザ・ビッグバンド・ジャズって感じのこんな曲、まあ、こういう曲をですね、ヒロとあの今回は織り交ぜてですね、皆様にお送りしていきたいと思っております。まあ、皆さんお手元にもうすでにあのこのプログラムがあるので、この後何がやるのかなみたいなことが大体これで見えちゃったんですけど、まあ、これで見ていただくと分かりますように、ファーストステージはどちらかというと、まあちょっとポップス系って言いますか、あのメジャーどころを、こう押さえておきながら、セカンドステージではもう少しかっこいい、もうビッグバンドジャズってこんなんなんだよっていうのをこう皆さんの中にこうお伝えできるようなステージに、なっております。ここでですね、実はですね、電報が1通ですね、届いております。あの本バンドに対してですね、こんな電報を送ってくださるなんて、もうとても嬉しいことなんですけども、差出人はですね、山田さんという方です。誰って感じですけど、あの、5月に、牛久のシャトーで、我々ステージやったんですけど、その時に、ね、来てくださった方ってどれくらいいますか？あ、結構いらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その方だったらもしかしたら覚えてるかもしれないですけども、あの今トロンボーン3人なんですけど、牛久の時は4人いたんです。で、その、4人目だったっていうのは、あの今この どこにいたのか、あそこか、そこにもう一人、いらっしゃった方は、あの、まあ、セミプロのですね、まあ、トラ、まあ、エキストラで言っていただいていた、山田初志源さんっていう方だったんですけども、まあ、今回ちょっといろいろとご都合でですね、あのこのステージに立つことかなわず、ちょっと今日はですね、トロンボーンが3人でお送りすることになっておりますが、その、4人目であった、山田さんからですね、電報が届いております。サウンドガゼットの皆様、ライブ開催おめでとうございます。正解をお祈りいたします。またご一緒できる機会を楽しみにしております。山田勝重ということでですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ここにまたね、こう筑波市長とかが来たらすげえな。さすがにそこまでの影響力まだ我々のバンドにはないんですけども、まあ、ただ今回の、コンサートはですね、筑波文化振興財団支援活動支援事業ということでですね、この講座の、ご支援を受けて開催させていただいております。その関係者の方にも、熱く御礼申し上げ、盾祭り総合です。はい、ということで、NEXT NUMBER IS AFRICA ですね。この曲はですね、あのその昔トトという非常に有名なバンドがやった曲として有名ですね。なんですけども、実はこの曲の作りにあたって、トトのメンバーはアフリカに行ったこともなければですね、どんなところかも、まあ、想像でしかしないという感じで、想像で曲を書いて、そうで、この曲を大ヒットさせちゃったんですね。で、つい前って言っても2018年なんで、まあ、6年ぐらい前にあのまた別のバンドがですね、カバーして、まあ、結構有名になって、まあ、皆さんも少し耳にしたことがあるんではないかなというふうに思います。歌詞の中に、なんだっけ、セレンゲティの上にキリマンジャロがそびえるっていう歌詞がある。今日はちょっとインスタなんで歌詞なんですけど、そういうあのバンド の歌の中ではあるんです、その歌詞がなんですけど、本当は行ったことがある人は分かるんですけど、セレンゲティっていうあのタンザニアの国定公園からキリマンジャロ全く見えないんですよ。全く見えないんだけど、見えるかもみたいな感じでぼんやり書いてるのがこの曲です。とはいえ、まあ、曲を聴いたら分かるように、とてもアフリカっぽい曲なので、ぜひそれを楽しんでいただければと思います。それでは参りましょう。アフリカ。
Blue California、増本さとみ、レイ。ということでですね、アフリカの雰囲気感じていただけましたでしょうか。続いてはですね、ディズニーの曲を、お送りしてアメリカの雰囲気に浸っていただきたいと思うんですけど、このアンダーザシー次をお送りします。この曲はですね、とても楽しい楽しいアンダーザシーってやつですよね。なのでぜひですね、皆さんにもご参加いただきたいなと思ってるんですよ。で、じゃあどんな風に参加すればいいんだよみたいなあると思いますので、ちょっとこんな風にやってくださいっていうのをちょっとこちらで一回お手本を見せます。というのもパーカッションの楽器をですね、今4つ持ってきてます。4つ、そう4つ、すいません、ちょっと数少なくて申し訳ないんですけど、こっち側からタンバリン、カウベル、アゴゴ、そうアゴゴ、アゴゴね、もう一つ、そうとか、あとクラベス、そう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 、この4つ持ってきました。で、会場の皆さんにこれ1個ずつ渡すので、選ばれし4人に渡すので、やってほしいなと思ってるんですよ。で、じゃあどんな風にやるのかって、別に難しいことやってほしいわけじゃなくて、こんな風にやってくださいねっていうのを今からちょっとお見せしますので、ちょっとやってみましょう。練習でね、練習で、ちょっとじゃあ練習、
やいいねいいねよし、皆さんもですね、大変温かいご協力によりですね、アンダーザシーがですね、これまでにない盛り上がりをしましたですね。皆さん、アンダーザシー、何の映画の歌が知ってる？何マーメイド？正解、リトルマーメイド。リトルマーメイドの、歌でしたね。ディズニーシーだっけ、ランドだっけ、どっちだっけ、なんか上からお姉さんがワイヤーで降ってくるやつ見たことある？なんだっけ、シーの、ディズニーシーのなんかこう上からなんか人魚の格好したお姉さんがわーってこうワイヤーで降りてくるやつ見たことあります？あれをこうみんな思い浮かべたんじゃないでしょうか。はい、ということで、アンダーザシー皆さんご協力改めましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはいはい。そしてまだまだディズニーワールドは終わらない。次はですね、当番組が誇る、マダムキラー。yes。前回無宿でもこの曲披露してめちゃくちゃファンが増えたと。なんかアンケートやったんですよ。で一番良かった曲これ。もう大事人気、株上がりまくりの、アルサックス、城澤宏樹を聴いていただきます。はい、曲はですね、究極のバラード曲、ディズニーの、ビューティー&ビーストをお送りします。ではどうぞ。
ビートですね。楽しい楽しい、お、なんだこれ、大丈夫ですか。なんだこれ、ディズニーのワールドを楽しんでいただけたでしょうかね。はい、それでですね、ちょっとここでちょっとビッグバンド情報といいますか、ビッグバンド豆知識みたいなものをちょっとご披露したいなと思ってるんですけど、皆さん、お手元にあれあるじゃないですか、あれなんだっけ、プログラム、私のお手元にもある方もいると思うんですけど、その中に開いていただくとメンバー表が、メンバー表がね、書いてあるじゃないですか。で、ビッグバンドってこのトランペット4人、トロンボーンは4人、この場合は3人で、サックス4人でリズム隊っていう、こういう構成、サックス5人、サックス5人、そしてリズム隊っていう、この構成で、大体できます。で、そのメンバーがこの、プログラムにも書いてあるんですけど、このメンバーが書いてある順番って意味があるんですよ。実はですね、この書いてある順番っていうのはパートの、ファースト、セカンド、サード、フォースっていうふうに、なんかね、パートが分かれてまして、その同じ楽器の中でね、そのパートの順番に実は書いてあるんですね。なので、トランペットでいうと最初に高瀬と書いてあるんで、高瀬という人がファーストを吹いて、田中、私がセカンドを吹いて、で、下本という人がサードを吹いてきて、ガンちゃん先生がフォースを吹いてというふうになってるんですよ。じゃあ我々の並びがその順番になってるかというと、そうじゃないんです。それがまたね、ややこしい。ビッグバンドの並びの場合、だいたい真ん中にファーストが立つことが多いです。で、4人の場合は、真ん中のどっちか、どっちかというとこの、向かって左側に立つことが多いです。なので、セカンドが一番こっち側に来て、2、1、3、4っていうふうに並んでるんです、実は。知ってた？知らないよね。知らないと。で、2、1、3、4って並んでるっていうふうに思って聞くと、ああ、今どういうパートの人がどんなことやってるんだろうって、ちょっとまたもう少しね、緻密に聞けるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとね、もっと緻密に聞いてほしいと思って言ってるんだけどね。で、トロンボーンも一緒です。トロンボーンは今回3人しかいないんで、1、2、4になってます。つまりこっち側から2番、1番、4番って感じで並んでます。で、もっとややこしいのはサックス。これね、サックスこれやばい。サックス5人いるじゃないですか。5人いるんだけど、楽器が違うんですよ、ちょっと。一番ちっちゃい楽器持ってる、2人、ちょっとそれアルトも。そう。これアルトサックスって言います。で、このアルトサックスの2人が、このメンバー表の最初の2つに書いてあります。で、その次の、2人が、今度はテナーサックスを持ってる2人。で、5人目が、バリトンサックスで一番大きな楽器を持ってる。で、これってどういうことかっていうと、その楽器の大きさによって出る音の高さが違います。なので、いろんな高さの音の楽器が組み合わさって、サックスセクションっていうのを作ってるんですけど、この順番を、これ、杉山、序沢、川中、友口、中島っていうのを、パートの番号で言うと、1番、3番、2番、4番、5番、はって、これやばい。1番はリードアルトといって、サックスセクション5人の要です、中心、杉山ってなっちゃうんですけど、アルトサックスは2人目なんだけど、サードアルトってよく言います。なので3番なんです。で、テナーの2人は上と下に分かれていて、テナーの上の方をセカンドテナーっていうふうに、よく言います。どっちだっけ、川中さんがそうね、セカンドテナーで、次がフォーステナーの友口さんで、最後に、バリトンサックス。バリトンサックスフィフスとか言わないけど、大体ね、そこにみたいな感じでいます。なので、うちのバンドで言うと、こっち側から4、2、1、3、5っていうふうに並んでるっていう。もうわけわかんない。全然覚えなくていいけど、サックスセクションは並びがわけわかんないってことで、頭に入れていただければと思います。そんな感じでですね、ビッグバンドって、大体こういうふうに並んでます。なので、うちのバンドだけじゃなくて、いろんな、社会人バンドだったり、プロのビッグバンドだったりっていうのを、皆さんたくさん聞いていただきたいなと思うんですけども、
大体こういうふうになりますので、この真ん中から2番目の人、もしくはそのサクサクと真ん中の人がこうリード、ファーストパートを置く人がすごく重要で、それをこう周りのパートがこうなんですかね、この厚みを持たせるというような、そういう役割分担でサウンドを作っていきます。はい、っていうちょっとすいません、うんちくすぎてポカーンとしちゃってましたすいませんね、ちょっとここだけは言いたくて、ちょっと時間取らせていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと汗が出て、はい、ということでですね、皆さん時が経つのは早いものでですね、ファーストステージの最後の曲となってしまいました。最後の曲はですね、私も大好きなですね、アレンジャーであるマイケル・フィリップ・モースさんですね、オリジナルバンドでもやっているラテンの曲の、オリビアン・ファンタジーの曲をお送りします。この曲は、先にですね、ソリスト紹介しましょうか。最初にソースになるテナーサックス、川中裕二、次、オントロンベット、ガンちゃんじゃなくて岩本裕二、そしてオンドラムス、小原新平、はい、という番組でお送りします。それでは参りましょう、ボリビアンファンタジー。
15分間の休憩です。